大友市遺跡は、大分県大分市県特徴一帯にある、大友市屋跡を中心とする中世の遺跡。2001年8月13日に、大友市屋跡として、国の指定史跡に指定された後、類似追加指定が行われており、2005年3月2日に、旧万十字跡地区が追加された際に名称が、大友市遺跡に改められた。 2014年10月6日には上原館跡の一角が、また、2015年10月7日には、推定三倉城跡が、追加指定されている。中世に、文語国主語となった大友氏の大友氏安氏は、現在の大分市市街地の東部、当時大分川の河口であった付近に館を構え、この館を中心とする大友氏の城下町は、府内と呼ばれた。中世の府内は、 東西約0 7キロメートル、南北約2 2キロメートルに及び、その中心となる大友市間は一辺、約2 0 0ルの四辺型で、典型的な守護間であったと推定されている。最盛期にはほぼ、九州一円を支配した大友宗林は、キリスト教を保護し、民との貿易や南蛮貿易を行った。戦国時代の府内は、大友市の城下町として、また、 外国との貿易港として栄え、1557年には日本で初めての西洋式の病院が開設され、1580年にはこれ中が設置されるなど、南蛮文化が花開いた。しかし、ルイス・フロイスの日本史によれば、府内は1586年の島津家久サの侵攻の際に焼き打ちに遭い、壊滅したとされる。 かつては、大友市の館は本遺跡の南側の上の丘陵に位置する上原館であったと考えられてきたが、1990年代後半から行われている発掘調査によって、その北側の平地に位置する大友市館の存在が明らかになった。この発掘調査では、15世紀から16世紀にかけての庭園遺構や、整地層、掘ったて柱建物跡等が発見され、 大型の建物の存在が推定されている。また、周囲からは、ミントの貿易や、南蛮貿易によってもたらされた、カナンや、東南アジアの多数の陶磁器や、キリシタンの遺物である、コンタツや、メダイが出土している。出土した陶磁器の多くには、炎熱の跡が認められ、大友市間周辺が焼け払われたことを物語っている。大分市では、大友市やカタ跡について、 2019年度までに庭園を、また2029年度を目途に、館の中核施設を復元するなど、歴史公園として整備する方針である。このうち庭園の公開は2020年4月を予定している。万寿寺は1306年に大友貞地下によって建立された大友市の菩提寺で、大友市間の南東に位置していた。前州様のラン配置を持ち、 門前二五十頭が混流されていたと伝えられている。室町時代には実説に数えられるなど、高い自覚を持つ寺であった。この寺も、大友士官と同様に1586年の島津市信仰の際に消失したとされる。現在の万寿寺は1631年に、北方約500メートルの近地町に移転し、再興されたものである。旧万寿寺の遺構からは、 工事禁断種放送下分湾や、活有等器水中といった貴重な陶磁器等が発掘されている。上原館ドルイヤと詳細は、上原館を参照上の丘陵の北部にあった館で、館跡は、東西130メートル、南北156メートル。現在は、ドルイア堀の跡が残っている。1597年に、福原忠隆が船井以上を築いた際に廃されたと、される。 大友市遺跡からの出土品の展示等を行う施設。大分市元町にあった大友市遺跡体験学習館を移転、リニューアルして2018年10月1日に開館。大分県立埋蔵文化財センター詳細は、大分県立埋蔵文化財センターを参照2017年4月に大分市北緑町の旧大分県立芸術会館跡に移転し、新たに 大友史遺跡の出土物等を展示する部弁護大友資料館が設けられた。ありがとうございます。